の毛日記50日目ご無沙汰、ご無沙汰、ご無沙汰でございます。まあもう、すっかりですね、伸びてまいりまして、これ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 。ね、伸びた感じするでしょ。でもこの横なんかも、耳にかかって、で、何ですかっていうのがね、すごいやりやすいような感じになってきておりますけれども、まあ帽子かぶれば帽子癖、寝たら寝癖、もうすっかりつくようになりました。ほんで、もうシャンプーもですね、しっかり泡立ちます。まあちょっとシャンプーの風景、撮っているんですけれども、こうやってね、もうしっかりともこうやって泡が立っていくっていう状態になってきたんですけれども、まあもういい加減ですね、季節も暖かくなってきましてね、やっぱもうこの髪の毛ない状態からここまで来るとやっぱむさるのも分かってくるんですよね。で帽子かぶってても、まあ、帽子もいい感じでガッと、くっついてくれまして、そんじょそこらの風や飛んでかへんぐらいになってったりとかですね。まあ、被った時にこの横がボワーってなるのがちょっと気になるので、もうええ加減この横はですね、パッとカットして、髪の毛日記としてはここはまあ伸ばしていってですね、どれぐらいで伸びていくかっていうのをやっていきたいなと思うんですけれども、まあ今ね、まあこの三重県四日市では、まん延防止の措置が取られておりまして、まあ店も出れへん、当然イベントもないっていう中で、まだまだ、まあやることはいろいろね、映像の編集とかまあやってるんですけれども、まだまだ一日の時間を持て余しておりますね。その悩みもあるのか、ここの、ね、髪の毛が伸びてきて、ここのちょっとバンカーな部分はなんか目立たんくなってきたんですけども、ちらほらとですね、剃った後から白髪がね、ポン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 出てくるんですよね。これもなんかもう、こっちの円形と一緒で、なるほど、歳なんかな、これ、歳、いきなり歳取らんわな。ね、ストレスなんか、こうやって白髪がパン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 あって、短い分、なんか埃が乗ってるような感じなんですよね。なんかこれちょっと気になるなと思いますので、そろそろまあ、髪の毛、ね、髪型変えつつで、染めつつみたいな感じで、髪の毛日記進めていきたいなと思います。ということで以上50日目でした。バイバイ。